はい、マイボーティングメソッド秀丸です。今日はですね、新年第1回目の初のボートということと、あと、YouTube として初の投稿ということもありますので、いつもですね、私が新年、毎年やってる安全祈願の方をやっていきたいと思います。今日はですね、朝から尾身島の方まで行ってお札を用意してきました。ですので、そちらの模様からどうぞ。ということで今休憩です。もう高速の方だいぶ走って、かなり道のり来たんですけれども、これからですね、しまなみ海道の方に乗って今日は、愛媛県の方まで行ってみたいと思います。それでは安全運転で行きましょう。はい、ということで、海上安全手に入れてきました。それでは帰ります。よいしょ。はい、ということでですね、買ってきました。これ、さっき買ってきたですね、お札です。それとですね、ちょっと動画撮ってなかったんですけど、途中で日本酒も用意してます。ですので、こちらのお札を お供えして、でお供えというか、お祭りしてと言ったらいいんですかね、こちらを飾って、で、こちらの日本酒で、お清めの方をしていきたいと思います。はい、お清めの前にまずいつも掃除からやってます。私はですね、100円ショップ、ダイソーで買ってるこのですね、デッキブラシ、それからこれも100均で買える上後、この2つ使っていつもやってます。それでは掃除からしていきます。はい、ということで掃除の方簡単に終わりましたので、こちらお供えして、お神酒をあげていきたいと思います。で、船の場合、表の方に、神様が宿るとよく言われています。で、なので私はですね、これいつもこちらですね、一番頭にこうやって置くようにしています。はい、で、この状態で、ちょっと手を合わせて、あとはちょっとお神酒をバーッと巻いて、終わりにしたいと思います。表にですね、おみきの方振ってきました。で、忘れずにですね、こうやってエンジンだとか、あと後ろの偽装品なんかにも、かけてあげるといいかなと思います。はい、今日はですね、この海上安全のお札を、新年のご挨拶ということで、お清めしていくという動画でした。このお札ですね、私の場合いつも終わったらこちらのカディの中に、きちんと保管するようにしています。これでですね、今年1年間安全にボーティングができるように、お守りいただけるかなと思います。では今年もよろしくお願いします。ということで、皆さんも、こうやってお清めの方やられてみてはいかがでしょうか。はい、今日もご視聴ありがとうございました。こういった形でですね、今後とも、マイボーティングメソッドということで、私の、ボーティングのやり方を少しずつご紹介していきたいなと思います。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。